皆さんこんにちは、中村健吾です。今からちょっと西大藤沢高校サッカー部の方練習に参加したいなと思います。皆さん知らないようなので行ってきます。どうしたどうした、よしこれやれしっかりやれ。何やんの、こうやって、はい、いいね、いいね、ケンゴ行こうよ、行こうよ。ケンゴ賞来ました今日、あのみんなと一緒にサッカー楽しみたいと思いますので。 OK、 じゃあ2人組行こう。はい、どうぞ。ナイス。止めれる選手はパススピード上げてね。 OK、OK。 これ何足なってるかっていうと、こうボール回しながらどこに穴を開けるか、そういうイメージを持ってやらないと、このトリングただの本当に7対4のパス回しだけなんです。で自分たちの基準を上げてって、トラップがちゃんと止まればキーパー見える。でキーパーいないと蹴る。やばいみたいで、やばいみたい、やばいなみたい。よし、ナイスプレー、ナイスプレー、正確に正確に。できたら、ペース上がるか。できてないからダメじゃなくて、できるようにすればいい。で、できてるやつはもっとやればいい。自分で質高めればいい。また明日上手くなるよ。しかもみんなで上手くなる。あと他人と比較も意味がない。自分がどれだけ上手くなるか。で、上手くなったら周りも上手くなる。誰か一人でも先行けよ。そしたら後からついていくから。僕自身もすごくいい勉強になりました。またどこかで会えることを楽しみにしています。頑張ってください。健吾さん、ありがとうございました。健吾さん、大好き。健吾さん、ありがとうございました。だから常にボールがどこに来てもいいようにちゃんとしっかりステップを踏む。でボールはまあ、それぞれ多分止め方いろいろあると思うけど、次に早くプレーできるんだったらどこに止めたっていいんですよ。例えばちょっと離れててもその後すぐ蹴れれば別にそれでもいいし、足元ついて深く入っても別にそれで蹴れればいいけど、蹴れないでしょ。だからちょっと前に置く。そうするとすぐ蹴れるわ。でその前に置くために、じゃあ自分の足のどこに当てるか。ミスは起きる、この練習だけど、そのミスの質がすごく大事で、一回止まればそれを何回も繰り返すために、今30秒間 4,5 回やったけど、こだわってる選手とそうじゃない選手いた。30秒だよ。ここでやらなかったら試合で使えないよ、このテクニック。 OK。 だからみんながこだわってると思ってるもっと上のレベルでプロはこだわってる。技術ももちろんだけど、意識だな。この練習に何の意味があって、何につながってて、じゃあ自分がどうやったら早く次にプレーできるかっていうことを考えながらやること。 OK、 行きましょう。やりましょう。はい、チェーン。じゃあ後ろ行っちゃうと蹴れないです。前だ、前、前に落としてみる。いいシーンが生まれてる時っていうのはどういう時だと思う？正確にやれてるとき、周りがしっかりポジショニング立ってるとき、そこにちゃんとつけていいタイミングで走ってるとき、うまくいってないときはその逆、正確にできてないとき、いいタイミングで走ってないとき、受け手と出しが合ってないとき、顔を出してないとき、ポジショニングが悪いとき。だから早く攻めることはもちろん悪いことじゃないんだけど、君たちが今やろうとしていることは、やっぱ失わないパスを回しながらゴールに行くっていうことだから、そこの判断のところをボールホルダーだけに委ねちゃいけない。周りの選手たちが、あ、やばそうだ、これ絶対取られそうだなっていう時は止めればいいじゃん。でやり直せばいいじゃん。それをちゃんと出してと受けて話す。そうすれば信頼関係でどんどん気づけていく。さっきさ、後ろ回って声かけてくれたじゃん。で出せた。ああいうのが大事なの。そしたらチャンスになるじゃん。俺もちゃんとスピード落とさないで出す。で走ってクロス上げる。もちろん中は合わなかったけど、で逆に
合わなかったけど、ここの俺と彼の関係を見た時にもう来そうだなって時はもうフルで走るの。そしたら誰か合わせたかもしれないね。だからそういう状況を一人一人が判断する。そしたらもっといいチームになると思う。だからそういうのをみんなで続けていく。だ投稿してくれてから日富士の情報は追ってました。そしたらね、先週末ですか、インターハイ関東大会は出たけど、で今日が立ち上げですかね。そうです。まあ、もちろんね、3年生も含めてインターハイ負けたのでも悔しいと思うよ。次選手権までトーナメントないと思うし、だけどチャンスだと思った方がいい。これだけ強度高い練習を毎日できる。でヒントも上げた。で自分たちでも掴んで、明日の練習すごい楽しみだ。また明日上手くなる、みんな。しかもみんなで上手くなる。その期間が他のチームより長いと思ったら、負けたのはネガティブだけど、それだけトレーニングできることはポジティブだと思った方がいい。逆にその時間無駄にしたら選手権も負けるぞ多分。チャンスだと思う。あの FIFA モバイルさんの企画で、まあ、来ましたけど、僕自身もすごくあのいい勉強になりました。まあ、刺激も受けましたし、またここからみんなも応援するし、一人でもね多くトップの方にというかプロになってほしいなというふうに思うし、またどこかで会えることを楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございました。観客がいなくても、試合に出れなくても、一人で走る朝、仲間と繰り返すパス、はい、あいつを思い浮かべるドリブル、毎日の練習だってかけがえのない僕たちのサッカーだ。今のないところ。僕たちはサッカーでつながっている。さあ、今日もサッカーしようぜ。サッカーはいつもそばに。